はあ、冬場はろくなクエストがない。何を言う、もう一度よく見ろカズマ、そうそうたる高難易度クエストが並んでいるではないか。見えてるよ、だからろくなもんがないって言ってるんだ。俺はもっと楽なクエストがいいんだよ。悪狼の大軍の討伐、氷を吐くドラゴンの捕獲、どれも一筋縄ではいかなそうね。冬場は強いモンスター以外は冬眠してしまいますからね。まあ爆裂魔法の力試しにはうってつけの季節とも言えますが。ダメだ、どれもいまいち。あら、ミーアじゃない、もしかしてクエストを選んでるの？困ってるんだ、どのクエストも腹いっぱい食えなさそうだから。難易度じゃなくミーアはうまいものをお腹いっぱい食いたいんだ、そのためにクエストを受けてるのに。おとなしく家に引きこもってればいいんだよ、おいしいものなら家にいたって食えるだろ。おいしいもの、そうよカズマさん、この季節にクエストに行くなんて間違ってるわ。ミーアもごちそうを食べたがってるし、ここは一つみんなで集まってクリスマスパーティーをしましょうよ。クリスマス？聞き慣れない言葉だな。クリスマスっていうのはね、お祭りよ、お祭り。カズマの故郷にあった風習なの。年末近くになるとチキンやケーキを食べたり、みんなでプレゼントを交換したりするのよ。チキン、ケーキ、プレゼント。それだけじゃないわよ、クリスマスの前日にはね、サンタという人が煙突からみんなの家に忍び込むの。泥棒か？違うわよ、いい子にプレゼントを配っていくいいおじさんよ。寝てる間に枕元にプレゼントを置いておくの。食い物だけじゃなくプレゼントまで、なまらすごい祭りだ。ミーア、クリスマスパーティーやりたいぞ。こんなに期待に満ちた目をして、やらないとは言えませんね。今日はクエストはお休みしましょう。それじゃ決まりね、クリスマスパーティーに向けて早速準備を。俺は嫌だぞ。え？ちょっとカズマさん、どうしてよ。前にクエストを受けた時の蓄えもまだあったと思うが。金が問題なわけじゃない、クリスマスなんてお祝いするわけないだろ。意味がわからないんですけど、何をそうクリスマスを毛嫌いする理由があるのかしら。理由だって？そんなの簡単だ。クリスマスを楽しめるのはリア充だけ。こちら毎年部屋にこもってゲーム三昧、平常運転ですよ。ちょっと外に出たらクリスマスソングが精神攻撃仕掛けてくるし、この世界にクリスマスがなくてせいせいしてたとこだ。それなのに何を好き好んでクリスマスパーティーなんかを。うちにはサンタなんかいりません、パーティーもしません。カズマが何を言っているのかほとんど分かりませんでしたが、とりあえず問題が根深いということは分かりました。カズマさん、古傷が痛むのね。古傷とか言うな。ま、そういうわけだから、やるならお前らで勝手にやってくれ、俺は参加しないからな。おいカズマ、どこへ行くのだ。買い物だよ、巣ごもりに備えてみかんをな。俺はこの冬の大半をこたつで過ごすと今決めたんだ。じゃあな。行っちゃった。カズマは一緒にパーティーしないのか。ミーヤ、パーティーでいっぱいうまいもん食いたい。でもカズマと一緒だともっと嬉しいんだけど。ミーヤ。仕方ないわ、この女神アクアが何とかしてやろうじゃないの。なんとかって、アクア一体どうするつもりなのですか。ちょっと考えがあるのよ、ただし私だけじゃ無理ね。ラクネスとミーアには一肌脱いでもらうわよ。ついでにあのリッチーにも一肌脱いでもらおうかしら、カズマさんが喜びそうだしね。カズマが喜ぶ？一体何をさせる気だ。
一肌でも二肌でも脱ぐぞ。カズマにもパーティーを楽しんでもらうためだ。ケッパル、このそば。このそば、クリスマスセールをしましょう。雪が降ったら素敵ですよね。チキンを用意しておきました。私の攻撃を食らいなさい。クルジュバ、クリスマスセールをしましょう。異世界なんてあるんですね。私はメイドの仕事はしませんよ。チキンを用意しておきました。お菓子より友達を。このつば、クリスマスセールをしましょう。チキンを用意しておきました。私はメイドの仕事はしません。異世界なんてあるんですね。お菓子より友達を。はぁ、準備万端です。このスバ、クリスマスセールをしましょう。なんてあるんですね。雪が降ったら素敵ですよね。異世界なんてあるんですね。私はメイドの仕事はしませんよ。私に任せて。これがリッチーの力です。はっ、行くわよ。はっ、はっ、この一撃食らうがいい。甘く見ないで。準備万端よ。はっ、これで終わりにしましょう。わが名はユンユン。はっ、手加減はしません。観念しなさい。とくと味わうがいい。準備万端です。攻撃を食らいなさい。エクスプロージョン。もう身動き一つ取れ。私が守ります。これがリッチーの力です。ああ、甘く見ないで。ごめんなさい。私だって、もう無理かも。たた、ライトオブセイバー。これで終わりにしましょう。絶対に負けられない。カラースドアクリスタルプリズン、一旦にしちゃうから